大将軍八神社は、京都府京都市上京区西町にある神社、須佐農村を主祭神とする。本来の祭神は大将軍であった。社号の八神社は、恩明堂の暦神、八正神を祀るところから来ており、後には、須佐農村のおこかみや柱の意も重なった。延暦十三年の平安慶遷都の際、王城鎮護のため恩明堂の考えにより、都の堅いけをしようとし、 大代理の犬の天文守護として、八将神の一柱であり、金曜星の神格である、法以神、大将軍を、奈良の春日山麓から誕生し、大将軍堂が造営された。現存する文献上最初の記述は、山縁樹記にあり、自称2年11月12日に、高倉天皇の中宮の兼礼門院の、 安山祈願のため法兵士が参考した41社のうちの一社として記されている。室町時代には応人の乱によって荒廃したが神社として復興した。江戸時代に八将神の信仰が強まりを見せると、祭人の大将軍が須佐農村と集合し、八将神は須佐農村のおこかみや柱もしくは、小津天皇の眷族である八王子と集合して祀られるようになった。その際、 大将軍とは、須賀のお尊でもあり、またおこかみや柱のうちの天使に彦根命でもあると、された。その理由は、大将軍道は、略王三年から約百年の間は、祇園社の管理下にあり、八坂神社の祭神が祖三なる尊であり、その神格が、大将軍神と似通っていることから関連づけられた、ためと考えられている。こうして社名は、大将軍八神宮と解消され、 大将軍者とも呼ばれるようになった。江戸時代には、宝女役除け十二社参りが流行し、その時期に建立された、天保十一年の標的は、現在も門前にある。明治時代に入ると、神仏分離の流れの中で、正式な祭神は、菅野尊とそのおこかみや柱に変更され、社名は、大将軍八神社となった。大将軍は、建築や転居、旅行などにおいて、 方角の吉祥を司る神であるため、大将軍八神社は長きにわたり、民間の数形を集めた。これらの心臓群は、平安時代中期から末期の政策と言われる。すべて男心臓で、甲冑を着用した武装系の像、側体姿の像、同時型の像など、計80体を数える。破損の多い像も多いが、これだけ、 多数の古神像が一神社にまとまって伝来する例は、日本でも他になく、貴重なものである。武装形像は作風に、仏教の天武像との共通性も見られる。1972年、重要文化財に指定された。境内にはこれらの文化財を収めた片徳殿という建物があり、毎年5月1日から5月5日と11月1日から11月5日には、一般に公開されている。 1972年に木造大将軍新造79区として重要文化財に指定されたが、その後社内から新たに発見された像が1区あり、この像が2003年に追加指定され、計8 9区となっている。くずの軍大将軍村、木の笠村大将軍、ありがとうございます。